はい、皆さんこんにちは、リンチーです。今日せっかくなんですか、撮影機材屋さん来たので、まあ上海の有名な撮影機材屋さんなんで、なんか、まあ、カメラこんな状態でちょっと撮ってみようと思います。今日欲しいのはなんかね、今度ね僕モンゴルに仕事行くんですよ。でその時に使う一脚、歩く時に、杖があると、まあ、要は長距離歩いても多少楽なんですけども、それでね、せっかくだからこの撮影機材屋さんに来て、なんていうんですか、杖になる一脚を探してみようかなと思います。この要は僕今カメラ首にかけてて、手元が見えないわけじゃないですか。でそういった時にどうやって操作するかというと、音で聞き分けるのがベストな方法なんですよ。で自分のカメラこのボタン、スタートボタンを押したらどんな音するのか一応皆さん記憶しといてやるといいと思います。あれ、なんかこのエリアなんかなんだ、ちょっとカメラ屋なんだけども、ちょっと全体的に古い感じのカメラ、なんか建物が全体的に古い感じになってる。こっち結構フィルム持ってんだ。ちょっとね今日はなんかそんな感じではないので、まあね、せっかく来たんでこれこれ何ですか、アルファ7-3ちょっといじってみようと思います。これねバリアングルにはなんないのか。僕なんか手軽なビデオログやってるのがメインなのでちょっと使いにくいかな。こうやってここで遊べるようになってます。本当ね、まあ憧れるんですけど僕自身がいわゆるカメラマンではないんですよね。やっぱ全然画面違うの分かります。これで見てただけでもすげえな、本当に映画の画面になるな。いいっすね、いい感じです。こういう風にねセットがあって、まあ、大きさ違うとねちょっとセットがあってもいわゆる人間撮ったようにはなんないんですけども、なんか一通り歩いたんですけど登山用の一脚、まあ中国語でダンジャオって言うんですけども短脚ですね、日本語で言うと。日本語での一脚を中国語では漢字で短脚って書きます。はい、それで探してんだけど前あったんですけどね、なんかそれ売ってるところがちょっとなくなってますね。ソニーだ。なんか本当ねエクスペリアのインカメラとかに手ブレ補正つけてほしいですよね。そしたらなんかちっちゃいカメラとか全然いらなくなるって思います。このタイプの三脚ね広がんないんですよね。首に巻きつけて使おうって思ったんですけどもここで足せないのとここがそんなに広がらないのでちょっとパスですね。ついになんかだいぶここから何ですか、一脚短脚が減っててついに1個ありました。多分ここ開いてね、ネジ穴ついてた、よかった。これいくらなんだろう。てかどうしたらチェーンなの、50回。ちょっと伸ばしてちょっと伸ばしすぎたみたいです。ちょっとなんか安物ですねこれ、安物で感觉
しぶりタイトワンやな。嗯。有点短了是吧？对，你要长一点呢。嗯。でもこれなんか50元なので結構いいかなみたいな感じ。啊，这个就是完全是单脚的，不能。なんかね、登山用の靴ですけど、普通の一脚道だって言われて。これで、あの、これがあると登山疲れないんですよ。どうしよう。あ、なんかいいのが来た、いいのが来た。ちょっといいやつ。じゃあどうしようか。これね、850元、日本円で1万2000円で。どうかな。まあ、長さはいいんですけども、あのね、簡単に、これの何ですか、トレッキングポール、日本語でいいとこ説明すると、腕がね、あの足が4本になるんですよ。あ、1本だと足が、あの、手で、あの、体重支えるので、まあ、1本だと足が3本、2本持つと足が4本になった感じがします。あ、でも850とさっきのが50元で差が1万2000円あるっていう、うん、すごい差だな。回してちょっと見たんですけど、まあ、ちょっと高いかな、あの800元、だいたい1万3000円ぐらいかな今。それ、まあ、もうちょっと見てから決めようと思います。次の店に入ったら、違う、どうしようチェンナー。这款是300。其实包括这个下面的这个嘛，なんか下にこれ、まあ、まあ、立てられるやつがついてます。あの、三脚になるやつが。あ、落としちゃった。チェーンだしば。え、小款、两个。はぁはぁはぁ。一装相机的。一大一小。あ、一大一小。ちょ、これ、转だしば。对、一装。ん、怎么自己放下去。嗯哼。啊。こうやってちっちゃいのもつけられるようになってるんですよね。あはは、こういうことか。ここで気になるのがね、結構、まあ、一脚そのものとしての性能の。じゃあ、クイーンの足洗いだしば。あ、これ、まあ、外れるんで。これで300円か、お手頃かもしんないな。あの、まあ、状況によっては、まあ、このぐらいの高さまで来るとね、あの、自分の体重かけられるんで。これね、でもずっと使ってみて分かんないんですよね、この、うん、普通に、あの、外して、あの、自撮りしてるんですけども、はい、そんな感じで、まあ、お目当ての三脚は今日は見つかりませんでした。ちょっとまた時間の時に見ていこうと思います。でね、これ今何ですか、電動バイクの専門店に来てるんですけども、最近ね、中国国内の、ね、電動バイクが結構かっこよくなってきてるんですよ。で、これで結構30キロぐらい出て、80キロぐらい距離走るのかな。腹減ったんで、マクドナルド行っておきます。はい、わあ、人多いな、この時間帯。あー、菜单没有吗？菜单。啊，这边吃。一个点了一份饭的钱，都放了几次，三点的。啊，对的，あの、WeChat でこういう風に払います。これでピッてやると、はい、支払い終了です。はい、支払い終了。はい、27です。マクドナルドでそこそこいい組み合わせ。チーズバーガーと、チキンマックナゲット。でね、
中国に出てくるこのソースがね、全然日本と違うやつ出てくるんですけど、はい、あの日本 の、 あのマスタードのやつ僕欲しいんですけど、あんま見ませんね。それではこれ食って、あの、取り行こうと思います。